こんにちは。今年の夏、モスクワに行きました。前の動画でモスクワの地下鉄を見せたことがあります。モスクワについてのシリーズを続けて、いろいろなモスクワの名所を紹介したいと思います。モスクワの賑やかな通り、綺麗な建物、赤の広場などです。今回はルシコフ橋というところへ行きます。ルシコフ橋に近づいたところ、まず並んでいる噴水が目立ちます。ルシコフ橋は新婚夫婦の間に大人気です。結婚式の日、新婦さんと新郎さんたちは結婚の記念に写真を撮りにこちらに来ます。結婚と家族に関係がある習慣の通り、新婚夫婦は杖を買って二人ともの名前を書いて、杖を橋の鉄柵につけて鍵をかけます。ルシコフ橋の上に杖のために特別な鉄の木が立っています。コップルはその木の枝に杖をつけます。後で鍵を川に捨てることになっています。その杖は夫婦の幸せの印であり、鍵が捨てられたのでこの夫婦しか持っていないものということです。この動画を見てくれてありがとうございました。チャンネルに登録してくださいね。